い、こんにちは、泉ひなです。今日はですね、じゃーん、こちらユニクロの新作商品たちを購入してきたので、その購入品たちを紹介していきたいと思います。はい、実はですね、金曜日だから、昨日にユニクロ U の新作発売日ということで、もうね、午前中から駆け込んで行ったんですよ。ちょっとめちゃめちゃ可愛いねものとか、あとはまあ狙ってたコートはまだまだ先のね発売日だったんですけど、でもとにかく可愛いのものばっかりだったんで、今回ねまたたくさん買ってきたので、ぜひ紹介していきたいと思いますので、最後までご覧ください。それではレッツゴー。ではまず1点目はですね、今着ているこちらのシャツになります。ちなみにこれはユニクロ U の新作発売に見に行ったくせにユニクロ U ではないんですけど、こちらはユニクロとイネス・ド・ラ・フレサンジュというブランドとのコラボ商品になります。私はそのイネスというところのブランドを初めて聞いたんですけど、このコラボ商品が全部ね可愛いのばっかりでね、買っちゃいました。こちらの商品名がコットンローンシャツ、長袖の、カラーがネイビーで、サイズが L で、お値段が2990円で購入しました。もうこれはね、ありえんくらい可愛いです。もうユニクロの可愛さを超越した可愛さなんですけれども、まずですね、私的にたまらないこのね襟と胸元になります。このシャツは白の丸襟で、ここにね、この胸元にこういう、なんだろう、半円のさ、昔の外国のお洋服みたいな感じでできてるんですよ。でストライプ柄になるんですけど、そのね感じがすごく可愛くて、私のもう好みど真ん中だったので買いました。あとはこのね袖の部分のデザインもすごく可愛いなと思って、このネイビーとね白の、組み合わせもすごく可愛いですし、もう全体的なねこのデザインがもう可愛すぎて文句がありません。丈感としてはね、お尻が隠れる感じで、まあここねこうちょっと上上がってるんですけど、こんな感じの形になります。パジャマです。まあこれはデザイン的に絶対使えると思うんですよ。下にスカートとか履いても可愛いし、ジーンズ履いても可愛いし、上からエプロンワンピとか重ねてもめっちゃ可愛いと思うんですけれども、もうこれはもし着回しができなかったとしても、デザイン的に好みすぎたので私は買ってたと思います。でも使えます。なんかこれは本当にさ、なんかもう春夏秋冬と使ってしまうんじゃないかな。夏はちょっと暑いと思うけど、でももう秋も使えるし、多分私は冬も使うと思います。春は麦わら帽子とかかぶって爽やかに行きたいって感じで、もう可愛すぎますね。これは実際すごい人気らしくてね、銀河のチェックみたいなのも売ってたらしいんですけど、もうそれはね、私が行ってた店舗で売り切れてました。あとこのねボタンが、このくるみボタンじゃないけど、このねボタンもすごいこだわりがあって可愛いなと思いました。ちなみに着心地は軽いし、まあ結構生地も割と柔らかめだし、全然着やすいと思います。でもこういう素材ってちょっとピチッとなってたら格好悪くなっちゃうっていうか、ちょっとガタイがこうごつく見えてしまうので、今回私は L を購入しました。2点目からはユニクロ U の新作商品になるんですけど、じゃーん、こちらのですねシャツを購入しました。こちらがドレープツイルスタンドカラーシャツの、カラーがオフホワイトで、サイズが L で、お値段が2990円になります。このシャツはですね、もう一番の決め手は何より触り心地です。もうね、伝わるか、この柔らかさを。もうね、多分皆さんが思っている想像の100倍くらい柔らかいんですけど、このね着心地がすごく良くて買いました。あとはね、実際にデザインとかもすごく好みで、形も綺麗でね、もう文句のつけどころがなかったので、もうこれは買わずにはいられませんでした。はい、じゃあこれ着てみました。もう本当にね、ありえんくらい着心地がいいです。で、まあ、デザインについてね、一から説明していくんですけれども、まず首は丸襟になってます。でね、このなんかボタン周りの感じのデザインが私的には好きですね。結構首は詰まってるんですけど、この詰まり具合だとね、すごく綺麗に、首元が綺麗に見えるんじゃないかなと思います。で、私的にね、袖が結構お気に入りポイントで、このね、ボタンっていうか何、この切り込みが結構深くまであるんですよ。で、これ結構ね、丈が長くて、本当にお尻がもうすっぽりっていうか、太ももの真ん中くらいまである丈の長さですね。で、私的にめっちゃいいなと思ったのが、ここのね、スリットが結構深く入っているので、ボトムスとか合わせるときに前だけ入れることもね、しやすいしみたいな感じで、これはめちゃくちゃいいなと思いました。でもやっぱりさ、何よりこのね、もう着心地、素材感が本当に伝わるかな、こうテロテロしてちょっとツルツルして光沢感があるんですよ。で、
でもね、見た感じだとあんまりわかんないんですけど、本当に肌触りがいいので、もうこれは一回触ってみてほしいなと思います。では3点目もこちらユニクロ U の新作のオーバーサイズシャツを購入しました。こちらがコットンオーバーサイズシャツ、カラーがクリーム、サイズが M でお値段が2990円になります。はい、これはねもう買いますよね。私はなんて言ったってオーバーサイズのシャツが大好きな女なので、もうさ、デフォルトでオーバーサイズで作ってくれてるということはもう可愛いに違いないんですよ。しかもね、こんな感じの普通のなんかシャツに見えるんですけど、本当に大きめでもレディースでねちゃんとしてるので、まあ、今回 M サイズということでぴったりのサイズを買ったんですけど、それでも大きめのサイズになります。で、色はね白とかもあったんですけど、今回私はクリームだとね結構秋っぽくて可愛いかなと思って選んでいました。はい、じゃあこれも着てみました。これねやっぱめちゃくちゃ可愛いし本当に大きめなんですよ。というのもですね、立ったらわかるかな。はい、これ M サイズなんですけど、 M サイズで私ね結構手が半分くらい隠れる萌え袖ができちゃうくらいの大きさになってます。でもね、もうここら辺見ていただいても結構大きい感じが伝わるかと思いますが、ちなみにね形はこんな感じでシンプルなデザインになってます。丈の長さはこれもすごい結構長くて、もうお尻がすっぽりどころかもう太もももう結構ね真ん中よりちょっと下くらいまで長さがあります。もうこれは本当に色味が可愛すぎて、なんか私すごいイエベだから顔がね、なんかこう明るく見えると思うんですよ。で、形もね、このなんか襟がシュッてしてる感じもスタイリッシュで可愛いし、なんかシンプルにこれだけで着てもいいし、まあ上からコート合わせるのはめっちゃ可愛いと思うし、あとはニットベスト合わせても可愛いんじゃないかなと思ってます。ちなみにね結構袖はねバルーン感が若干あって、これも可愛いです。でもシンプルな範囲ですね。で、これも結構ねここまで開く仕様になってます。まあ全体的に見たらこんな感じの形ですね。なんかシンプルですけどどこかおしゃれみたいな感じのね、まあ、シルエットがすごく可愛いなと思って今回買うことにしましたが、これはもう絶対使える。可愛い肩周りかな、可愛いの。なんだろう、なんかこの袖がふわっとしてるのが私的にはすごく好きです。じゃあ最後4点目はですね、こちらのカーブパンツを購入しました。これは別にしっかり新作ってわけじゃないですね。こちらのパンツはワイドフィットカーブパンツで、カラーがダークブラウンでお値段が3990円になります。はい、最近流行りのねカーブパンツ私もしっかりハマってます。というのもね、本当になんかワイドパンツとストレートパンツのいいとこ取りって感じで、すごく足が綺麗に見えて長く見えてね、スタイルがよく見えるので、もう私は今カーブパンツ信者になっております。で、今まだねジャージーパンツで、柔らかいジャージっぽいパンツの方のブラウンしか持ってなかったんですけど、ちょっと固めの素材も欲しいなということで、このねダークブラウンを買っていました。これね試着した感じもすごいスタイルがよく見えて、もう見た目も色とかも全部可愛いなと思います。はい、じゃあズボンも履いてみました。やっぱりね色味が本当になんかレンガ色っぽくてめちゃくちゃ可愛いなと思いますし、形が何より綺麗ですね。まずねウエストが結構ねここしっかりとなんか生地がなっているから、結構ぽっこりお腹の私でも出ないように見えます。で、ポケット結構大きめです。はい、こんな感じで大きめで、これねウエスト部分についてなんですけど、これはジャージパンツと違って紐がついてなくてね、ここにボタンがあってここに引っ掛けるみたいな感じの形になります。で、やっぱりカーブパンツといえばのこのシルエットなんですけど、ちょっとこれヒールとかでね履いて全身像で見ない限りちょっと形が分かりにくいと思うんですけど、こうウエストからこうねふわーっと広がってシュトーンって感じで降りるので、その形がすごくね足が長く見えて本当にカーブパンツおすすめです。ちなみにジャージーパンツと同様ね丈は結構長いです。ただね5センチ以上のヒールを履けば結構逆にちょうどでヒールが隠れて足が長く見えるので、私はいつも通りそんな感じで履いていく予定です。結構ねこれはペタンコでは絶対履けないです。ペタンコで履きたい方はユニクロで裾直しをしてもらう方がいいと思います。でも本当に色味がめちゃくちゃ可愛くて、ブラウンとかテラコッタとかのねベージュとか
のカラーの服が好きな方にはすごくたまらないし、めちゃくちゃ着回しが効くと思うので、これもぜひチェックしてみてほしいです。はい、ということで今回のユニクロ購入品は以上になります。もう全部可愛くないですか。もうさ、今のところ買って後悔したものが一個もない。まあそれは当たり前やけど、なんかもう絶対に使えそうなものしか買ってないのでね。まあ結構トップスも3000円以下ということで、まあユニクロだとまあ相応の感じの値段ですし、まあ、それなのにすごいデザインも可愛いし、素材もしっかりしててずっと使えそうっていうのがすごくいいと思います。パンツは4000円なので、まあ自由とかに比べたらね高めなんですけど、めっちゃ本当にスタイルよく見えるので、騙されたと思って一回ね試着してみてほしいなと思います。ということでね、今年もユニクロ優が本当に秋冬服がめちゃくちゃ可愛いので、9月中旬終わりぐらいくらいかな、また新発売されるものがあるみたいなんですけど、アウターが本当に今の時点でもすごい可愛いのが多かったのでね、ぜひオンラインショップ覗いてみてください。本当に可愛いから私はたまらんかった。はい、ということで今日の動画もいかがだったでしょうか。ユニクロ行きたくなったとかね、服全部可愛かったって思ってくれた方、チャンネル登録と高評価お願いします。微妙みたいな、興味ないみたいな感じで思われた方、チャンネル登録と高評価お願いします。 YouTube の他にも Twitter、Instagram もしておりますので、ぜひフォローをお願いいたします。ということで今回も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。バイバーイ。